日ハム上沢、リーグワーストの10本塁打。日本ハム上沢直行投手がロッテ戦に先発し、7回4失点要所で2本塁打を浴び、7勝目を逃した。チームは9回サヨナラ負けを喫し、連勝が5でストップした。今季初登板となった地元千葉でも1発病に泣いた。序盤に4点の援護をもらうも、3点リードの4回無視2塁から5番山口にツーランを被弾、浮いたチェンジアップを左翼席に運ばれた。6回には4番ポランコに見送ればボールの外角高めカーブを左翼テラス席へ、打った瞬間レフトフライだと風で伸びていった。リードを守りきれず本当に悔しいです。基本塁打数はこれでリーグワーストの10となった。メジャー行くのやめてもらっていいですか。なおエースは加藤、相変わらず球高い。メジャー行くのは無理だな。もうゲーム壊すのはやめて。スクイズ失敗が敗因みたいに騒いでいるけど、個人的には上沢にも責任があると思う。ロッテと相性悪いな。今日の試合は勝つべきだったよ上沢くん。最後までご視聴ありがとうございました。なんだろう、高評価とチャンネル登録お願いしてもいいですか。ではまた次の動画でお会いしましょう。ウィース。